天才政治家ナンバーワンのニューの、ニュー、今日、政治の方を取り上げていきたいなと思ってます。未来の方の、話しますけど、未来が、なんか、日本の未来がなんか、強姦してる人たちの一族が多くて、その一族がまさかの日本を支配するかもしれないと言われてるの。こういう手足を縛って強姦する人たちがあまりに多い一族が日本を支配していいのかという話を水面下で話し合われてて、でも俺は自分でもその強姦された人たちの女の子、娘さんを殺してほしくないと。しかしやっぱり、強姦は女の子は殺してほしくないというのは自分の気持ちですけど、既存の中ではやっぱり強姦したしてる人たちの子孫を残すなという声の人たちがあまり多くて、女性殺しの方が多いので、そこからも自分は守っていきたいなと思ってますので、名前はちょっと言えませんけど、日本の未来がなんか強姦こういう手足を縛って強姦してる人たちの子孫があまりに多くて、それで子孫多いから、人口多いから、その一族が多いから日本を支配すると。まあ問題になってるんで、本当に何回言いますけど、皆さんはどう思いますか？この手足縛って交換する人たち、まあこれイメージ図ですけど、まあこれは交換されるような あれじゃないですか、イメージはこんな感じで、縛られて交換せられる人が多いので、自分は間違っても自分は交換しませんので、手足縛って交換しないでいただきたいと。あと、浜田で交換しないでいただきたいと。その一族が多い、強姦してる人たちの一族が、一番ナンバーワンが強姦してる人たちが多いと。もう、本当に許されないことなので、これは改善しないといけないと思います。ので、もう、やっぱり、強姦しないでくださいって言われても、強姦し続ける人たちがいるんでしたら、やっぱり強姦してる人たちの処分、もしくは最悪は強姦してる人、浜ほどで強姦してる人は駆除、もしくは手縛って強姦してる人は駆除はやむを得ないと思いますが、自分はまあその辺の絡んでませんけど、できるだけ女性を殺すな、できるだけ女性を強姦するなと言ってるサポート側なんで、まあ国家がしてることなんで、そちらは関与してませんけど、自分はやっぱり日本はやっぱり強姦してる人たちが支配する世の中は断じて認めてないので、強姦してない人たちが世の中を支配し、リーダーになるべきだと思います。もう一回言いますね。強姦してない人がリーダーになるべきだと思ってますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。